さあ今ですね、こちらの会場には俳優で歌手の松平健さんにお越しいただきました。あ、どうですか皆さん。ね、会場の皆さんから もう大きな拍手で迎えられておりますけれども、松平さん、ようこそお越しくださいました。はい、私もあのチョコザップ会員の松平健でございます。まあ、チョコザップはね、もうそのままの格好でこう来れるんで、大変あの気楽に来れるんで、今日もちょっと撮影の合間を縫って、来させてもらいましたと。ね、もうね、皆さん、みたいな顔でもうびっくりされていらっしゃいますけれども、いやね、どうですか、間近で見て。めっちゃかっこいいです。え？もう熱い眼差しが止まらないというか、ね、感じですけれども。いや、今日ね、もう皆さん、さまざまな格好でね、こうして運動できるっていうのは、本当にいいですね。そうなんですよ。はい、元気ですか？ね。わ、なんかこうですね。すごいですね、お殿様の筋トレ。ねえ、ねえ、まあこの着物してもできるっていう。ねえ、そうですよね、もうこの格好でもできちゃうっていうのも、はい、もう皆さんね、ご自身の運動止まっちゃってますけど大丈夫ですか？いや、そのまま続けてください。もう一個だけやっていただいてもいいですか？あのショルダーもですね、あの、はい、やっていただきたいな。ちょっとあの席を離れていただいてもいいですか？こちらで、はい。あ、どうぞ、大丈夫よ。あ、こちらで、はい。あ、どうぞ。あ、じゃあお隣でぜひ。よいしょ。あ、これは軽い。そうですよね、見ちゃいますよね。あ、すごくいい絵が撮れているところです。あ、そう、はい、はい、いかがでしょうか。はい。よし、ありがとうございます。ちゃんとあの、そうなんですよ、これ拭いていただいて。さすがでございます。やはり会員でいらっしゃいますね。そうですよ、ルールも分かっていらっしゃるというところで。ありがとうございます、拭いていただいて。ありがとうございます、はい、あ、じゃあお預かりいたします。 ありがとうございます、はい、本当にあの先ほど松平さんのマシン使っていただいて、あの最後消毒するところまでご自身 で、ね、やっていただけて、もう本当にあのチョコザップ愛を感じるなというところだったんですけれども、うん、ここで突然なんですけれども、はい、本日はですね、そんなチョコザップ愛あふれる松平さんに素敵なプレゼントもご用意してるんです。え、松平さん、よろしければですね、こちらベールを松平さんに外していただきたいんです。はい、マイクお預かりいたしますね。で、あの前の方の布を持っていただいて、後ろ側に大きくバサッと引っ張っていただいてもよろしいですか？うん、そうですか。ではお願いします。すごい。何これ、すごくないですか？これすごい。よかったらあの記念写真を撮らせていただきたいと思いますね。お隣にご移動いただいて、松平健さん専用クロスバイク、はい、名付けてチョコバでございます。ぜひ皆さんに目線を送っていただきまして、お願いいたします。いかがでしょうか？大丈夫ですか？そろそろ撮影大丈夫そうですか？はい、ありがとうございます。松平さん、いかがですか、チョコバ。いや、びっくりしましたね。でもよく合いますね、これね。最後にですね、松平さんから皆さんにメッセージをいただいてもよろしいですか？そうですね、はい、これからも暑い季節になりますけども、もう来てらっしゃる人もいますけども、浴衣やジンベエでね、軽い気持ちで、ちょこっとこのチョコザップで、夏を乗り越えてください。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。本日のスペシャルゲスト、松平健さんでした。ありがとうございます。頑張ってください。どうもありがとう。